東京会社発見伝。さあ始まりました東京会社発見伝。本日は東京の素敵な中小企業の中から情報通信業をチェックしていきましょう。今回の審査員の皆さんはこちら、よろしくお願いします。早速最初の業界 PR です。チエル株式会社は ICT 技術を生かした学習支援システムやデジタル教材などを開発販売する会社です。我が社の ICT 製品は全国8900校以上の学校で導入、教育市場に特化し長年学校と先生方を支えています。教育のデジタル化ってやりがいありそう。オンライン勉強会の実施や会社の最新情報を動画配信するなど IT ツールをフル活用。製品知識や情報の共有はとてもスピーディーです。オンライン化進んでますね。また社員の働きやすい環境整備、ライフワークバランスの充実や育児・介護などの事情に合わせて働きやすい環境づくりに取り組んでいます。仕事もプライベートも充実できそう。それでは2社目の紹介です。ファイブゲート株式会社はインターネットメディアの運営やインターネット広告などを行う会社です。ウェブサービスポイントインカムやタベルノスキーなど生活に役立つサービスの開発を行う我が社はクリエイティブで自由な雰囲気にあふれています。社内にはカフェがあり、社員の交流が行える憩いのスペースです。気軽に交流できそう。自由出勤制度を導入、規定の8時間勤務を満たせば自由に出社時間を選べます。働き方も自由なんですね。各種制度も豊富で居心地の良い働く環境を実現しています。働くモチベーションも上がりますね。新人も企画会議に参加、経験年齢関係なくアイデアを発表し合える社風です。新人から活躍できそう。さあ2社を見ていただきましたが、皆さん審査をお願いします。デジタル化社会で成長しそうな会社だと感じました。働きやすい環境で教育現場に貢献できそうです。自由でクリエイティブな雰囲気で生き生きと働きそうだと思いました。はい、ということで今回も素晴らしい中小企業を紹介させていただきました。次回はどんな企業に出会えるでしょうか。それでは皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました。